イボルギンスキーダツアンイボルギンスキーダツアンイボルギンスキーダツアンはロシア連邦ブリヤート共和国ウラン腕から2 3トル離れたベルフニャやイボルガ村にある仏教寺院。このダツアンが混流されたのは1945年宗教の自由がなかった当時唯一のソビート連邦内の仏教の中心地であった。そして全ロシアのラマ像のリーダーであるパンディドカンボ、ラマが住まうようになった。 ここには、ソビート連邦時代の中央霊的仏教委員会と仏教の指導者、パンディド・カンボラーマの住居があった。ダツンの信仰活動は、寺院の儀式、医療行為、仏教教育の伝統過程である。1991年にダツンの隣には、仏教と大学、ダシ、チョインホルリンが開学した。短歌彫刻、儀式といった。 多数のブリアート芸術がイボルギンスキーダツァンに集められ保存されている。寺院に収蔵された宝には絹に書かれたチベット語の経典や聖なるボザクバの音質がある。文化の振興の記念物として、ダツァンは国の保護下にある。このダツァンの中心は、ソグション軍艦、ミンドルリンス部デバシンそしてサッコ十三スメといった寺院からなる。さらに図書館、 ホテル、哲学的集団であるチョイラ、仏教都大学、タシチョイホルリン、ブリアート芸術の記念碑の美術館、ソボルガン等、ラマのためのサービス施設や家々がある。1927年、イボルギンスキーダツァンの12代目パンディとハンボ、ラマ、タシイコールドルジイチゲロフは、弟子や友人たちに死後自分の体を埋葬し、30年後に、それを掘り返してみるように言ったという。 それから彼は、レンゲザに祈って死んだ。僧侶たちはそれに従い、30年後彼の遺体が掘り出された時には驚くべきことに全く腐敗していなかった。それどころかとても30年の月日が流れたようには見えず、せいぜい死後に3年に見えた。僧侶たちはこの奇跡にソビエトが反応することを恐れ、無名の墓に一ゲロフの遺体を埋め直した。 この出来事は長年にわたって忘れられず、2002年9月11日に遺体は掘り出されて、脱案へ移され、僧侶たちだけでなく、科学者、病理学者によって、詳しく調べられた。公式声明によると遺体は、すべての筋肉、内部組織、柔らかい関節、皮膚いずれにも、腐敗の兆候は見られず、保存状態は非常に良い。興味深いことに、防腐処理やミイラ化は、 全くされていないと言う、ありがとうございます。